今日も頑張って体の名前を覚えていきたいと思います。はい、のほほん。ちょっと難しいんですけども。頑張っていきましょう。体の部分。この方が多分英語と似てる。似てる。いきなり似てますね。最初。アーム。あ、そう。アルム。アルム。これがアーム。うん、そうですね。腕。腕。うん。アルム。アルム。次はアクセル。アクセル。何でしょう、アクセル。アクセル。肩。ああ、ショルダー、うん、アクセル、ショルダー、アクセル、アクセル、そしてハンド、これも分かりますね。これも前、ね、勉強しました、はい、ハンド、ガール、手ですね、手袋、はいはい、ハンド、うん、ハンド、うん、次はフィンゲル、フィンゲル、これも分かりますね、フィンガーでしょ、うん、そう、はい、指、次ベーン、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 うん、ベーンは足、まあ、レギの足の、あレギの足、これは分かんないな、ビエン、そうですね、うん、あとは骨、骨っていう意味もありますね、ボーン、ボーン、ボーンの意味、うん、ビエン、ボーンかレギ、うん、ビエン、骨か、骨と足の意味が、あ、うん、足、うん、で、あとはキナー、キナー、なんとなく分かると思うんですけど、ネックじゃない、ニー、ニー、そうですね、ニー。はいはい、ニーというのは膝ですね。そう、膝。ニーって書いてニーですもんね、うん、はい。英語も K を使うんですけど、それは、うん、まあ、英語では読まないけど。うん、読まないです。スウェーデン語では読むと。そう。クニー。ニーは多分、ここから来た言葉。本当に、うん、うん。だと思うんですよ。クニー。うん。キナー。クナー。で、あとはフォーツ。フォーツ。これはフット。フット。そう、足。フットボールは？フットの足。フットボール。フットボール。ほとんどの足。うん。はい、これフットボール。そして、あとは、トー。トーは足の指？そうですね。トー。英語のトーと同じ。うん、トーシューズとか言いますもんね。そう。じゃあ、はい、上から。上から。アルム。アルム。アクセル。アクセル。ハン。ハン。フィンゲル。フィンゲル。ビエン。ビエン。キナー。キナー。フォー。フォー。トー。トー。アームとアクセルがショルダーでしょ、うん、ハンドがハンド、フィンガー、ベーンは足か、うん、で、クニー、クナーがニーですね、膝、うん、フットで、トーか、うん、まあ、トーはは、うん、足の指、まあまあまあ、繰り返し見て覚えていきましょう、うん、まあ、前回より簡単、まあ、そうですね、英語に近いと多少わかるって感じですよね、顔、まあ、頭の部分は難しいんですけど、ね、確かに、うん、体は、まあ、割と、まあまあ、名詞いろんな部分があるんですけども、名詞大事ですからね、そう、大事です、はい、まあ単語をだんだん増やしていきましょう、まあでもね、はい、まとめて、やっていきましょう、はい、どんどん、次もまたよろしくお願いします、また来週、またお願いします、アスタルエゴー、あー、ビセー、ハイロー